welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. はい、オクラをチェックアウトします。今日はキャリーにね、キャリー入れたからボストンになった。着替えるからね、何回も。はい、9時集合でございます。9時集合、いきましょう。ルームキー2枚ある？ある。はい、今日は最初にね、あのお寺とかそういうの行くから、ファッションはヒッピーな感じにします。今日は生意気 TV さんのツアーを実際体験していきたいと思います。はーい、ありがとうございます。はい、今はね、オクラさんが入浴してくれてる。入浴してくれてる。まだ音が来ない。開かない。開かないよ。開かないよ。え、開いた。あ、開いた。ありがとうございます。はい、今日は生意気TVさんのツアーでもあるお寺に来ました。めいちゃん、なんだっけこのお寺。龍山寺。龍山寺に来ました。はい。そして中は撮影ができなかったんで、今中を一緒にめいちゃんと回ってきたんですけど、これは絶対に来た方がいいっていうか、ガイドさんと一緒に来ると本当に全部が説明してくれるし、うちらじゃわからないもんね。どうしていいかとかわからないけど、私あんまり日本でも神社に行く方じゃなかったんだけど、もう本当にお願いをして、ついに私たちはお土産まで買っちゃいました。お守り、これこれ、ママはこれ80元必要だよ。必要、ママも必要。それでなんかこれを買った後にこうやって煙になんか3周してしてきたんで、これはお守りの種類がすごくてね、本当は写したかったんだけど写せなくて。ママ開けんの？え、ママつけるよ。もう俺は開けない。ママ子供用です。切れない切れない。ほらキッズでちょうどいいよ。いいね、ちょうどいい。まだちょっと余るぐらいだ。ほら台湾で、あ、これと一緒ぐらいじゃん。これと一緒ぐらいじゃん。合う。ひーちゃんはつけないの？うん、まだつけません。台湾はお寺が人気なんだよね。台湾の人は1日に3回とか行ったりするらしいの。で、いろんな神様がいて、ここの中にはなんかお金の神様、海の神様、恋愛の神様、あとなんだっけ、めいちゃん、健康の神様がいたりして、自分でこう好きなところに行って一回って奇数じゃないといけないんだって。奇数で、台湾は奇数で手一回叩いて三礼だっけ、三礼してお願い事、詳しく名前、誕生日、どっから来たかとかっていうんだけど、それでめちゃウケるのがおみくじがあるんだけど、私おみくじをね引こうと思って、ちゃんとこういうのがあって、こういうパカっていうので、これをこう投げるんだけど、それをこうやって煙にやって、こうやって神様に名前を言ってね、おみくじを引いていいですかポッて投げたらダメって言われました。はい、だからおみくじ引きませんでした。引きません。おみくじ引きませんでした。はい、ね、台湾のどう、お寺面白い。小学生でも楽しめるそうです。多分めいちゃんガイドがいるからだと思います、ね、全部お話ししてくれるから。ガイドつけた方がおすすめ。はい、おすすめです。またいろんな心をレポートしていきたいと思います。今ひーちゃんと龍山寺行かれる。で、ここからコンビニに行ってみたいと思います。50元。ファミリーマート。ここもあるよ。全家って書いてあるファミリーマート。全家。ファミリーマート。初ファミリーマートです。私はどうですか。めいちゃんファミリーマートって全家っていうの。全家だって。ママ、お菓子見てみようぜ。うん。見て。すごい。なんか欲しい。ね、でこれは？え、梅、これ、これ絶対美味しいよ。ママ30元これだけ飲み物買う。あと来て、俺が見たいのはここチョコ。
子とかだってさ、ないやつ。これすごいじゃん。これすごすご台湾バージョン。見て。これ何円？49円。あ、これ美味しいじゃん。ママ、これ。沖縄で売ってるやつじゃん。ママ、これ何円？49元。だから、何円？日本円にしたら。分からん。ちょっと待って、あっち見てくる。ヤクルト5000台湾の、これは何だろう、日本でもありそう。超めっちゃ日本だね。台湾って日本の売ってる？結構これも。どれ？何これ？ブルーハワイ。49元だから何円だろうこれ。これサイダー。サイダーだ。うん、ラムサイダー。ラムネ？ラムネサイダー。ラムネ。49元だって。これは本当のラムネサイダー。これ美味しい。これにしようかな俺。それ？ね、どれにしよう私。コーヒー。カフェオレ？なんかさ、台湾でそれ日本であるもんね。ママ？え？ここら辺は？お茶？日本にないの飲みたい。こっちのお菓子食べてみたい。日本で売ってない。こっちのお菓子？こっちのお菓子って言ってもなんだろう、ここら辺？これも限定って書いてあるよ。ママ、こういうのじゃね？ほら、ここら辺。これうまそう。なんとか、それ限定じゃない？これうまそうじゃね？これとか、ほら、これとか美味しい。これ限定強めで。台湾のココナッツ好き。ママ。ココナッツ好き？ママ、これココナッツ好き？ダメ。台湾人超好き。ママ、これだけ値段安いんだけど、こっち55元で、こっち35元。これにしたら？これ台湾の。え、これにしたら？いやー、どうしよう。まあ、何個か買っといて。エビセン、あれはエビセン。かっこいいですね。で、これちょっとあの魚、海鮮っぽいな。で、これは私、野菜なんだけど、まだ美味しい。台湾っぽいペットボトルの飲み物。台湾茶を毎日健康って。あ、だだだ。あ、梅子緑茶ってあるよ。梅の緑茶ってことある？あ、これね、台湾だし。じゃあそれにしよう。めっちゃ楽しい。梅子緑茶にしよう。これね、姉ちゃん子供の時からずっとあるの。何これ、鼓動。これにします。千株にしよう。15元です。え、キャラあるよ、奥にも。ニコ？これコラ味、ブド味。ヤドンか。ヤドン？あ、ミスター、ミスーにしよう。ミスーにします。これ台湾オリジナルじゃない？食べない。ないよね、日本にこれ。ない。台湾はポケモン流行ってる？流行ってますね。へぇ、でも日本の方が流行ってる。ママ、見て、ミュウツーってヤドン。ミュウツーじゃない？ヤドンかわいい。ミュウツーにしましょう。はい、ひーちゃんは、韓国、台湾。これ、79そう、60。お守りより高いからね。やだ。ひーちゃんは台湾のファミマでポケモンカードを。え、でもさ、でもさ、これ売ってないからいいじゃん。そう、全家やば。はい、今ファミマで買った梅子緑茶。あと俺これ。そうだ、そうです。梅子緑茶を飲んでみたいと思います。あと、ミュウツーのガム。大丈夫ですか？梅子緑茶。うまそう。いない。うまい？うまい？ここら辺に想像がいく味。しみる？しみますか？飲んでごらん。いらない。なんか、ここら辺に行く味。美味しいんだけど、
癖になる感じの美味しさ。あ、梅干しの感じしない？する。甘い。梅ジュースと緑茶が同時に来て、新しい感覚でここら辺に点点点ハテナハテナハテナってえ、これなんだろうみたいな。踏み込んでもハテナなんて。あ、テラだ。美味しい。え、これちょっと美味しいかも。ハテナ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 。戸惑う味だけど美味しいです。美味しいでしょ。そう、私は次の店に行きます。この車じゃないんだろ。この車？この車でした。ありがとうございます。お願いします。マッチョ。サンドイッチマッチョ。見てください、さっきさ、全県でさ、ファミマ、パラダイムトリカー、白熱のアラコナ売ってましたで、あと買ったのはミュウツーナガムです。あと、これ何？それ飲んでみてよ。ん？はい、何味？グリーンパルス。何これ、ソーダ？ソーダ。ママのさ、梅飲んでる。ラムネみたい。ラムネジュースみたい。梅茶。梅茶。梅茶だよ。ハテナ。どうぞどうぞ。ハテナハテナ。あ、今チェックしてるけど、ハテナって出てくる。この味は。今流し込んだよね。味変でしょ、口の、ママの美味しくないって言って。美味しくない。はっきり言って。美味しくない。え、ママ美味しいと思ってるもん。はっきり言って、まずい、ひどいよね。まずいわけないじゃん、美味しいよ。ママも正直に言ってみんのんで。え、正直に、はい、言って、昨日のペプシよりはうまいかな。それ言っちゃダメよね。はい、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。But the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember.